あのちょっとエニアグラムの話をさせてもらうと、うん、トライタイプっていう考え方あるじゃないですか、はいはい、要は、感情の234、うん、ヘッドの567、うん、ガッツの、うん、891、はい、のそのそれぞれどこか一つずつ持ってきて、うん、センターごとのなんかその、うん、268でこのタイプですみたいな、うん、やってるじゃないですか、はい、あれも完全にねえなと思いました。というと、うん、あの何がねえなっていうと、はい、あのハートの中から一つ、うん、ヘッドから一つ、うん、ガッツから一つっていうじゃないですか、うんうん、そんなシステマチックに分かれてましたっけが出てきたんですよ。要はよくエニアグラムってこの9つのタイプが全部ありますよ、はい、うん、これはもうごっくんです、うん、そうですね、うん、で、それぞれのどこか強い部分がタイプ、うんうん、っていうのも、あ、そうですねと、うん、でそれのなんて言うんだろう、234全部が強いです、3つ全部が強いです、はい、もうあるじゃんとかって思ったんですよ。わかんないですけどねって思うと、うん、何て言うんだろう、この中で一つ、この中の一つ、うん、この中の一つで、でセットです、うん、って言われると、うん、腑に落ちます。まあ理屈的にはわかりますけどね、何が言いたいのか、それが本当かどうかわかんないですよ。要はもう、まあ、なんかこの表にした時に、あ、こうやって分けたらいいねっていう後付けでしかないなと思ったんですよ。本能の中で、はい、言ったらあなたどこですかって話ですよね。感情だとどこですか、思考だとどこですかみたいな。あ、じゃあそこが、うん、211、例えばね567が、はい、567のポイントが211、うん、2点1点1点、うん、で、891も2点1点1点、うん、で234が888みたいな、うん、自覚の時に、うん、この人は、うん、この2点を取ってくる、2点を取ってくるっていう、あ、まあそれも取りましょうってルールじゃないですかっていうのを聞いた時に、うん、あ、もうこんなん全然ないと思って、うん、で感情的な部分だとあんたはどこですかっていうのを出しただけの話かなっていう認識です。で、うん、なんかそもそもこの手の類型論って、はい、タイプがあるあるなしか分かんないんですけど、はいはい、こういう傾向があるよね、うんうん、っていうのを知った上で、うん、やめましょうの話じゃないですか。手放しましょう。もう、うんうん、これの中に入らなくていいって話ですよね。 INFJ なんだって、はい、でやらなくていいですよね。別にやらなくてもいい、やらなくていいですよって考えるとね、うん、やっぱりこのさらにそれを細分化して、うん、あ、エニアグラムで言うとこの、まあ、でもその分ける理由っていうのがどうぞ、そこから出るためじゃないですか、目的としては。あ、教えてください。あなたはこういうタイプですよね、はい、だからこういうことを気をつけるといいですよ、占いみたいなものですよっていう、ここがとらわれじゃないですか、エニアグラムに行くと。あなたはタイプいくつだから、はい、こういうところに気をつけた方がいいですよねっていうのをずっとエニアグラムは言ってるわけですよね。言ってますね、うん、でこういうタイプですっていうのは、まあ、表面でしかないわけじゃないですか、はい、で、まあ、分ける理由っていうのは、まあ、そこなんだろうなっていう、こういうタイプだからこういう悪いところがあなたにはあるのでこういうふうにするといいですよ。でトライタイプも、まあ、そこまで僕は調べてないんで、はい、あれですけど、はい、このタイプはこういう悪いところがあるからこういうふうにするといいですよが目的だったら、まあ、あるのかなっていう。で僕はなんかそのトライタイプを考えてるときに、うん、はい、この2が何点みたいなのやっていくじゃないですか、はい、その時にいや、なんかこの銅が一つの例えばガッツならガッツでもいいんですけど、はいはい、そこが全部8点でした、うん、あと全部1点の場合ってどうなの。1点ってことはないんじゃないですか、211とか。要はこの設問が少ないって話ですよっていうのを考えた時に、はい、あ、もうこんなん、まあ、たまたまそれが、うん、このタイプだから苦しんでますみたいなコメントをいただいてる時だったので、うん、自分がそういう感情になったのかもしれません、うん、あ、いや、でしっくりこないんだったらしっくりこなくていいんじゃないかな。
っていう柔軟な考えができてないのかもしれません、はい、許せないって、はい、許せないが来るのでしっくり来る人はしっくり来るわけじゃないですか。タイプなんか分けなくても自分の悪いところ大体知ってるじゃないですか短絡的、はい、すぐ怒る、はい、悪口じゃないのに、うん、悪口って受け止める。でそれをだから人に言われると腹が立つ。腹が立つ。エニアグラムに言われればまあ、あそうだよなって思うわけじゃないですか、うん、そういうものかなと思ってますこの、はい、まあそうですね、僕も柔軟になろうと思えば、うん、はい、なればいいじゃんですよね、はい、自分で言ってるんだから、うん、あ亀井さんごきげんよう。そういうならウイングがメインタイプの両サイドしか取れないのも理不尽に感じます、うん、そうなんですよね、うん、そうなんですよね、はい、なんかルールがあるらしいんですよ、うん、でもそのルール、まあ、ルールの話ですからね。あるもないもないものを打ち立ててルールを作られるんですよ。そう、名前つけるのと一緒じゃないですか。老子ですよはい、これでいいのだですね、はい、これでいいのだだし、まあ、それで名前つけただけですよねって話じゃないですか。その名前にすごく価値があるように感じてるけど、欠点は、まあ、あなたは別にタイプがどんなタイプであろうとどんな名前がつこうとあなたはあなたじゃないですかっていう今老子でしたっけ老子この間やった話じゃないですか。そうですね、はい、では名前をつけて形を作って見ているものって、うん、こんぐらいだよと、うんうん、そっから出た方がありのままの姿が見えるよっていう老子の老子道徳教第一章、はい、第一節で、はい、全てが語られてましたねっていう、はい、なるほど。だからそういう定義をしたってだけっていうか、まあ、そういう定義の話なんであるとかないとかっていうか、そういうものですよねっていう。